そうですね正直あの、テスト回数が少なくてあの不安な気持ちであのサーキット入りしたんですけどもあのまだまだこうあのタイヤをブリジットンさんに変えてあの問題点がまだまだ解消できてなくて決勝レースだったんであのすごく不安だったんですけども、まあ、なんとかうまくこうレースを重ねるあの周回するごとにうまく合わせれてでフィーリングもだいぶつかめてきてたんで。 途中、すごく離れてたんですけども、まあ、最後まであの諦めずにで応援団もすごくずっと旗を振っていただいてたんで、まあ、最後まで諦めずプッシュし続けて、まあ、勝つことができてあの本当にほっとしてます、はい、いやもうただ単に自分も結構しんどくてもう自分のペースであとはついてこられたらもう終わりだなと思ってたんで、まあ、とにかく合わせることなく走りに集中してあの走りきりましたね。 あのー、最後、タイムのピットのサインがプラス5って出てたんでそこでほぼ勝ったなっていうふうには確信しました。